あららら。どうなるんだろう。あれ？ちょっとわかんないな。これ左じゃないのかな。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はデアゴスティーニさんのホンダ NSX33 号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんが送ってくれました。ありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。お知らせが入ってますね。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの NSX の組み立て動画はどうやって、再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは、なんかパーツ多いな。よいしょ。わあ、大きい袋に入っている。それでは、このお知らせなんですけど、31号、32号で提供パーツの入れ間違いについて、31は32でした、32は31でしたということで、交換して、ただ交換すればいいかな。はい、もう一個33号組み立てる前に読んでね。P8 の28号でお知らせしてた4種類のチューブについて保管してもらってたけど、まだ保管しといてね。パーツの再提供は、34号、次の号ですね、34号で再提供するので、それを使ってやってねっていうことが書いてあります。それから諸事情により34号の発売日は変更になります。33号の本誌には4月12日って書いてあるけど5月2日になるよということで、結構12から2だけん3週間後ぐらいになりますよということで、このチューブがなかなか準備できないんですかね。わかりませんけど。はい、ということでちょっと当分お休みのようです。はい、じゃあ33号じっくりやっていきたいと思います。頑張っていきまーす。はい、それではまずこれとこれを交換していきたいと思います。で、こっちが90度ぐらい曲がってて、こっちがうにょってなっちゃって、これも対角でそうなってるので、その前と後ろだけ、あとは表と裏を間違えないようにして交換すればいいかなと思います。それでは交換していきます。それではこちらのアッパーアームの左右の取り替え作業が完了しました。結構ね、硬くて大変でした。はい、それでは今回はエキゾーストパイプを組み立てるということで、33の1、これか、これが左に置くか、左、じゃあこれが右で、これが
右、これが左、これが右で、これが左、ここは長いのが左、この短いのが短いのが右で、ネジが2種類、はい、全部パーツはありました、はい、そしたらまずは右と左でこのエキゾーストパイプを組み立てて重ねていきます。結構ね、もっとねすごいちっちゃいのを想像してたんですけど、こんな大きいと思わんかった。エキゾーストパイプ、お、よいしょ、うわ、やば、こうですね、よし、こっちも合わせます。で、B のネジで止めます。ちょっとさっき隙間があったんですけど、ネジで止めたら隙間がなくなりました。こっちも止めます。よし、こっちは綺麗に収まっています。はい、そしたらこっちが左でここが長い方、これをここに D の形してるので、このままこうやって刺します。こっちも同じく刺します。よいしょ、はい、そしたらこれを今6番まで終わったんですけど、ここに、あ、これじゃない。こ、さっきのお知らせで、33号の P8 ステップ7から15は、このパーツが、新しいパーツが届いてから組み立ててねって書いてあるので、今はまだできないみたいです。残念。これがね、乗せれるところだったんですけど、どうなんかな？そのチューブがないとダメなんかな？左と右って書いとこう。あ、なんか左と右がある。何かで使ったんだ。マジンガー Z かも。こっちたまたまありましたので、左と右つけときます。あ、アイアンマンだ。アイアンマンの左と右外したんだ。ラッキー。で、じゃじゃーん、こちらの鹿さんをここに置くみたい。ここを合わせてこうやって置いて、うわ、重っ、めちゃくちゃ重たい。で、どっちが左？あ、こっちが左って書いてあるので、これを多分、あ、違うかな、なんかこの横っちょに、あ、こうかな、こうしてこんな感じになるのかな。
違うね。こうかな。あららら。どうなるんだろう。あれ？ん？ちょっとわかんないな。これ左じゃないのかな。ここか。ここに差し込んで、これをここに差し込んで、これをここに差し込んで、はい、こんな感じになるのかな。はい、すっごいでかい。イメージ的にはこんな感じになるかと思います。やっちゃってもいいと思うんだけどな。ここ多分ネジで留めるんだと思います。はい、今回はこちらの左右の入れ替えとこのエキゾーストパイプを作りました。次回はちょっと先になるみたいなんですけど、ここまで一気にやるのかわかんないですけど、楽しみにしたいと思います。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。次回の、NSX34 号はエキゾーストシステムを組み立てるということで、そのやり直しのパーツがあったら、多分どこからストップしてたかな、28ぐらいからずっとストップしてることがいっぱいあるので、それプラスこれになるのかな、なんかいっぱい盛りだくさんになりそうです。お楽しみ。それではネジはね、これ取り置きだと思うので33号って書いておきます。はい、今回はこのエキゾーストパイプなんですけど、このエキゾーストパイプってね、すごい他の模型でも聞いたことあるんだけど、こんなにね大きいの見たことないので、ちょっと思ったより大きくてねびっくりしました。あでも全然止めてないけん、こんなグラグラになっちゃうけど、止めるのを楽しみにしたいと思います。それではホンダ NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、よろしくお願いします。そしてタンザックではしょっちゅう模型作りの生配信をしています。視聴者さんをタンザック団と呼んでいます。タンザック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして、あ、これ後ろか、後ろだった。探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。またね。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。